はい、本番です。はい。
約束を信じてた、約束を信じてた。昨日の夢は終わるよ。雪の上に足跡足跡を追いかけて、足跡を追いかけて。昨日の夢は終わるよ。昨日
が好きだった人、白いブーツを履いていた。好きだった人、捨てて子も履いていた。好きだった人、 T シャツが似合ってた。失恋という言葉は知ってたけれど、失恋という言葉は知ってたけれど、好きだった人、金魚すくいがうまかった。好きだった人、ヤクザ映画に誘ってくれた。好きだった人、アベレージが102だった。好きだった人、ハンバーグを食べていた。失恋という言葉は知ってたけれど、失恋という言葉は知ってたけれど、好きだった人、強がりを言っていた。好きだった人、一度だけキスしてくれた。好きだった人、レモンをかじってた。好きだった人、海を見つめて泣いていた。失恋という言葉は知ってたけれど、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 失恋という言葉は知ってたけれど。冷たくて、かつお節のように硬くて、針金のように細くて、ゴキブリのように忙しく、あーけんさんのように強くて、カマキリのように恐ろしい。彼女が最初の奥さんでした。ざるそばみたいに爽やかで、キャバレーみたいに艶やかで、蛍光灯みたいに明るくて、クリープみたいに色白で、ふんどしみたいに軽やかで、かぐや姫みたいにグラマーな、彼女が二度目の奥さんでした。
島さんのように燃えやすく、茶碗蒸しのように冷めやすく、入れ歯のように味気なく、出前のようにじれったく、タクシーのように憎らしく、天気予報のように当てのない彼女が三度目の奥さんでした。私の大事なあの人は今は戦いの中、戦場への招待券というただ一枚の紙切れが、楽しい語らいの日々を悲しい別れの日にした。かもしれない私の大事なあの人、私たち二人には何の罪があるの、耐えきれない毎日はとても長く感じて、涙も枯れたある日、突然帰ってきた人、本当にあなたなの、さあ早くお部屋の中へ、あなたの白百合を窓辺に飾っていたわ。あなたの優しいこの手はとても冷たく感じたけど、あなたは無理して微笑んで私を抱いてくれた。でもすぐに時は流れて、あの人は別れを告げる。いいのよ優しいあなた、私にはもう分かっている。ありがとう私のあの人、本当はもう死んでいるのでしょう。昨日手紙が着いたの、死を告げた手紙が。歩いてたら声をかけられた。誰かと思ったら、ああ田中くんじゃないか。ああそうか。なんとなくダブル背広が板についているね。
長だって本当笑顔で別れたけれど後に残るは必死さふいしょうや住み慣れた四畳半の裸で車に乗るいつものあの子見たさに真っ白なマンションのドアを開けた途端眩しいくらい可愛い妻が迎えだけでもええからさ見せてほしい気休めに それではパンダさんがソロで新しい歌ですね アメリカ大統領選挙もニクソンの圧勝で非常にマクガバンを僕は応援しておりましたですが残念ながらではまた来週だ道を一人歩いてみる
青い青い海も夏にさよならして、誰も乗らないボートが砂に並んでる。狭いあの部屋で毎日暮らしたいと口癖のようにし、水辺で遊ぶ鳥はどこへ帰るのか。今は違いとく、なかなか魅力的な、いいですね、声ですね。ただその結婚してからボーっとなる癖が多くなる、ずいぶん安い、やつれ現象がね。そうですね、どうですか、そんなやつれてますか。別に翔也は大体栄養はね、うん、ちゃんとそのいわゆるあの手料理っていうやつがあるでしょ。ああ足料理っていうのはないもんね、うん、足料理っていうのはないですか。手料理、僕は栄養はちゃんと取ってるつもりなんですけど、いわゆるその需要と供給の関係がありますから。なるほどね。ワン、ツー、ワン。あの日の君は笑いさえも浮かべていた。まるで僕の後ろ姿によろしくと言いながら、僕には少し短すぎ